さて、ここからですよ。誰に会いたいんですか？
幻覚ではありませんよ。ほら。捜査の件で関さんに用があってきたんです。そうしたらここ最近あなたは休憩時間のたびに屋上でコーラをガブ飲みしているという情報を得たので、会えてよかったです。そろそろあなたの存在が希薄な生活に耐えられないと思っていたので。あまり可愛いことをされると仕事中にしてはいけないことを実行してしまいそうです。元気でしたか？俺も体的にはけれど、仕事を終えるといつもあなたに会いたかった。あなたのことばかり考えていました。会えなくなった初日からもう苦痛を感じて、周さんの雑務も取り上げました。その方が仕事に集中できるので。すみません、今限界が来ました。寂しいんです。ずっとあなたがそばにいないときはいつもあなたに会いたくて仕方がなかった。では先ほどものすごく切なげに会いたいとつぶやいていたのは俺のことですね。すみません、業務中のこういう行為はあなたの仕事への敬意や熱意を軽く扱うようで、我慢をしていたんですが、すみません。充電させてもらっているのは俺の方です。お互いに今抱えている案件を全力で片付けて、次会う時はもっとたくさんキスをさせてください。約束です。